このの際委員の異動についいてご報告をいたします本日、滝沢元君、並びに馬場誠司君、および新藤兼彦君が委員を辞任され、その補欠として、足立敏行君、高橋克典君、および園田周公君が選任されました。それでは次に質問ある方は挙手をお願いいたします。はい ええ、島梅村瑞穂委員。はい、日本医師会の梅村瑞穂です。よろしくお願いいたします。本日は藤原参考人、池上参考人、そして渋谷参考人、それぞれ大変わかりやすいお話で、それぞれのご専門の分野について知見をシェアしていただきまして、ありがとうございました。あのコロナによって私たちも通常に社会生活が遅れていて、日常で人との関わりのあるあの大人たちも。 人とつながれないということがいかに苦しいものなのかというのを経験したこの。 1> 1年だったかと思いますそして、えー、その人とのつながりというのがこのテーマは違えど認知症フレイル対策引きこもりヤングケアラーそれぞれに共通している点と認識しながらお話を聞かせていただきました是非3名の参考人それぞれにお伺いしたいのですが私は3名の参考人のお話を聞いていて全く違うテーマでありながら共通しているところも多いなというふうに、えー、お聞きしておりましたですので今日の まあご自身のお話の中で出てこなかったところでも、他のお二方のお話を聞いていて、ここはとても共通しているとか、ここは同じ課題があるとか、そういったそれぞれのですねお話を聞いてのご感想であるとか、自分のご専門と絡めた視点でお話しいただければと思いいますはい、それじゃあ,藤原委員あ、藤原参考人、失礼しました。お願いします 非常に難しいいや本当にあの私今日お二方のあの参考人のお話を伺いましてあの根底にあるものはやはりこうどうつながるかつながるためのバトン仕掛けだなという,ふうに思っておりましたであのまあ今現代はあの高齢者であれまあどの世代であれ。 あんまりこういきなり濃密な関係というのはなかなか難しいわけでして、まあ、あの緩い関係といいますか斜めの関係というのがあのどれだけそれをこうたくさん作れるかなということが重要かなというふうに思います。でまあそういう意味で例えばあの私どもがやっておりますようなあの高齢者の学校ボランティアですとか、まあ、あの絵本の読み聞かせといったようなものもこれはあの異質な人たちと異質な空間でつながるというところが、まあ、一つのポイントかなと思っております。 であの高齢者にとってやはりその、えー、老人クラブで一緒に仲間とワイワイというのはこれもあんまり日常と出しないわけなんですけれどもやはりあの保育園ですとかあるいは小学校といったところであのまた自分の子ども主役のところでですね自分の役割を感じるあるいは自分の立ち位置を見るということで、えー、まあ異質なそしてまた日頃あんまり接することない学校の先生方というものがあの今どうなのかということも体感できるということであのより広くですね社会参加のきっかけになる なるのではないかなというふうに思いますで、そういった中で あのおそらくですねあの何も元気な高齢者あるいは元気なボランティアさんが元気に活動しているわけでだけではなくてですねやはりあの訪問した学校にはそれこそ、えー、いろんなあの家庭環境の子もいますし国籍の子もいるといったことであの、まあ、社会の多様性というものを70歳になってから学べるというところがあるかと思うんですね。 そういう機会の中でお互いのお互い様というものを認識するのではないかなということを再認識しておりました。であの先ほどあの委員のお話の渋谷委員のお話の中で,ですね、えー、まあ、あのケアラーの認知度があまり高くないという,ようなお話もありましたけれども、これ同様のことがですね、やはりあの。 高齢者からすると高齢者施策からするといかにこの認知症の重要性というものを子どもたちとか企業に知らせるかということでさまざまなあのキャンペーンをやっておりますで。認知症のサポーターですとかキャラバンといったところで特に学校なんかでこう出前授業なんかをこうあのサポーターの方がですねあのするわけなんですけど寸劇をしたりするわけなんですけども私はあそれでやはりその受け入れ型のですね、えー、学校によってあの校長先生あるいは学校によってですねどんどん上にっていく。 ウェルカムなところと時間もったいないからみたいなところとがあるんですねその時に私はいつもあの高齢者側のつまり地域包括支援センターですとか高齢者施策側の方に申し上げるのはやっぱりそこがウィンウィン三方よしですよと 高齢者の認知症のことを子どもとか学校現場に教えてもらった時に学校現場がどういうメリットを感じてくれるかということなんですよね。でそれは例えばまあ確かに道徳的なことも重要なんですけども私はいつも申しますのはケアのスタッフは。 えー、いつでもその地域教科支援センターっていうのは学校からこの場所にあって子どもたちが SOS の時は飛び込んできていいんですよとかですねジャンバー来てこう巡回してる私たちはいつも見守ってるんですよっていうようなことの子どもへのメリットをもっと出してくださいと申し上げますそうすると先生方もああなるほどといったことでものすごくこうそこで結びつきっていうのが出てくると思うんですね。や、まあ、やははりり今日のお話お二方の先生方のおおお話話二方方方先生聞いててもあの一方通行ででなくすすねやっぱり関係する人 つながりを作るためには、お互いのメリット、先方のメリットを考えながら、全体として参方養子が実現するようにしていくというのが、これはおそらくあの、どの世代の課題でも共通なんではないかなというふうに感じました。以上上でございいいまますす、はい、続いて池上参考人お願し もうあの先ほどもちょっとお話ししたとおりやはりこの現場はあのいろいろ今特にコロナということでですねえなかなかご苦労も多いと思うんですけれどもえーどうしてもこうま取りこぼうされてしまうということがまあ起きている中にはこう まあ、縦割りの弊害みたいなことがあってそこでのこう連携というものをこういかに取っていくかというところが、まあ、それぞれの困りごと、まあ、複合的な課題の中にあのそ,そ,れそういうものがこう、まあ、隠れているというか、まあ、そういうものをこう本人や家族がそれを抱え込んでしまって、まあ、それが孤立への入り口になっているのではないかということをもうつくづく実感しております。 でそういう中でいろいろお話ありましたその多様な選択肢ですねやはり一,一つの道だけではなく、えーまあ、例えばあのこれまでのような就労すれば幸せになるとかですねそういう一つの道だけではなくいろんな多様な生き方があるんだっていうそういう希望のメッセージをいかに 伝えられるかっていうことがとても大事になってくるんじゃないかなと思っています。でその多様,な多様な選択肢をどう作り出していくかっていうところで、えーあのまあ、キーワードになるのは、えー、その自分のこうや,やりがいといいますかあのやはり非常に引きこもる人って真面目な方が多いんですね。えー、とてもこう優しい方が多いい方多のので、えー、そういう人たちの こうまあ、特徴でもあるんですけれども何かこう自分は、まあ、今までこう自分は何もこう関係性を遮断して、えー、何かこう社会の迷惑にな,なっていると思っていた周囲からも責められていたっていう中ででもどこかで自分も役に立てるかもしれない何かの役に誰かの役に立てるかもしれないそういう気持ちも実はとても強く持っていてこれは東日本大震災の時もこういう形でいう形で。 実はそういうやっぱり自分の役に立つそういう実感できるような何かこう役割っていうものが地域の中それぞれの地域の中で、えーまあ、作り出せるあるいはこう出会いの場、えー、そのプラットフォームの中でそういうマッチングっていうことがその多様な選択肢というキーワードの中でそういうことがそれぞれこう可能になるんじゃないかなとそういう社会の思をし まあ仕組みといいますか一つだけではないいろんな道筋をこう作り出すっていうことがあのこれからとても大事になってくるんじゃないかなと思っています。それが学校に関してそのスクールソーシャルワーカーの存在というのもあのまあ今は学校の要請がないと,えというお話だったんですけれども。 やはりあのこういう寄り添える方の存在っていうのはそれぞれの学校の中でまあやはりまあ私が知る限りやはり不登校なりまあ,あるいはいじめなりまあいろんな問題がある中でやっぱりそういう方がまあ子どもたちやあるいは学校の先生方の相談に乗れるっていうこともとっても大事なんではないかなっていうことをまあこれはあの実は今収録中の NHK ドラマの 引きこもり先生という、えー、あの監修をする中であのあのそういうことがあることを知りましてスクールソーシャルワーカーの存在ですとか、まあ、今不登校学級ということがあの実際各地でも作られているということを、まあ、文科省の方針としてですねあるという中であのそういうあの、まあ、今こう多様性ということが、まあ、結構現場の先生方は大変な思いされているんですけれどもでもそういうあの まずこう学校の場でそういうことが、子どもたちの段階でえそういう多様な生き方があるんだということが、やはりこの生きる希望につながっていくんじゃないかなというふうにも思っています、はい、続いて渋谷参考人はい渋谷です、えー、ともしよかったら、藤原先生、あの4枚目のスライドを映し出していただくことってできますかね。あすいませんえーと あの見たときに思ったんですけれどもこちらの社会的役割に、えー、とが、えー、と最高の生活機能というふうに書かれていたこれを見たときにですねああすべてについて共通して言えるのがこの一番右のところを標準として社会が作られていたからいろいろ大変になってしまってるのかなっていうふうに思ったんですね。 どう見てもこちらが出てるということは人の一生の中でこれは上がったり下がったりする時期があるのはこれは人の一生として当たり前のことで,で場合によっては、えー、と自分が強く出られない時とか、えー、と引きこもりの方ももしかしたら従前に社会的役割例えばその就労ということを、えーとまあ、キーワードにしたところですとそうではないかもあのそ,それはちょっと難しいというところもあるのかもしれないのに世の中がこの社会的役割最高の生活機能が果たせることを標準に作られていて。 しかも目的が賃金労働をするという就労っていうふうになってしまった時に。 あのフレイルとかですねあるいは、えー、と藤原先生がおっしゃってくださったように就労だけではなななくていいろんな役割があるかもしれないってこととをおっっしゃったと思いますでこれは生山先生もおっしゃったと思うんですけれどもやっぱりその就労だけを見ていくだけではなく例えば家族のサポートを役割としてしたいと思ったらそれが評価される仕組みとかですねこの必ずしも右の一番右だけ最高状態ではなくてもこの行ったり来たりする基本的な動作能力からし会 社会的役割ぐらいまでの間を行ったり来たりすることが前提にケアを受けながらも自分がケアできる人の役に立てるというふうに作っていくことが大事ではないかと思いました。以上です、はい、梅村委員 ありがとうございました大変参考になりました、それぞれにやはり共通するところがあるなと思いながらお伺いしてたんですけれども、あの最後に言っていただきました、渋谷参考人のケアを受けながら、まあ、あの誰かの役に立つという観点では、私はやはり、ピアサポートというのも、あの3つの問題に対して、ですね大変共通するところかなと思っております。 例えば、ですねあの私は文教科学委員会に所属しておりますので、例えば藤原参考人がおっしゃる場というのが学校であればいいな、あるいは学童保育であればいいななどと思いながら聞いていたんですけれども、一方で、ですねギガスクール構想といいまして、まあ、デジタルを学校現場にということで、1人1台端末が導入されています。子どもたちが1台1台持っているこの中身 そして何をするかが大変重要だと思っています。やはりそのサポートしていただくあの方々っていうのはですね。上から目線で来られてもちょっと垣根を感じますし、あの共感というのがとても大事だと思ってます。だから、例えばアプリがあってお悩みのアプリがあります。って、あの子供達が。 クリックすれば家の悩み学校の悩み恋愛の悩み体の悩みっていうふうにポンポンとクリックするだけであ家ちょっと問題あるんだよなって探してみれるつながってみられる先にですね、まあ、掲示板のようなものがあって私もこんなで大変だってお母さんも昨日死ぬ死ぬ,死ぬ死ぬって言って大変でさ分かるっていうふうに吐き出すっていう場があればいいなとかそこで共感が高まってオフ会をやりましょうみたいな感じで、まあ、そのサイバー空間でのミーティングで あったりとかそういう場があってっていう風にあの近いところでつながるっていうシステムができればいいなという風に思っていました。そうするとまあ、例えば引きこもりの方は引きこもりの先輩という立場にもどんどんなっていきますし、えー、ヤングケアラーの方はヤングケアラーの先輩として新しくその悩みにぶち当たった方に。 あのアドバイスができるる立場になるのではなないかなと思っておりますそういった観点でですねあの大変時間がタイトな中なんですけれども一言ずつ藤原参考人には先ほどあの他の委員からデジタルの可能性とハイブリッドでというお話をお伺いしました池上参考人と渋谷参考人に最後にこのデジタル DX こういったサイバー空間での可能性について一言ずついただければと思います。はい それでは、時間が来ておりますので、池上参考人、簡潔によろしくお願いします、はいえー、とじゃあ、っと言だけ、まあ、AI を活用した、まあ、例えば AI ロボット、責、えー、められない、あのその先ほどの愚痴を聞いてくれる、そういうロボット、まあ、AI 的なものの存在というのはいいんじゃないかなというふうに思っていますありがとうございます。渋谷参考人 はい、デジタルの可能性は無限だと思います。特にやっぱり馴染んだ世代ですので、それだけであの割と親近感があったり、あるいは声に出出さなくて済むので、同じ空間にケアを必要な人がいる空間でも自分の気持ちを吐き出すことができるという意味でも効果的ではないかと思います。以上です。はい、梅村委員ありがとうございました。終了します、はい。それでは梅村委員の質疑を終了いたします。続き引き続き質疑のある方は？